肉でしかタンパク質は十分取れないと思いますが、どう思いますか？まずね、タンパク質ってアミノ酸という化合物がつながってできているのがタンパク質なんですよ。で、タンパク質って肉とか乳とか卵とかそういうのに限らずに全ての食べ物に入ってるんですよ。なので、頭の悪いボディービルダーとかが肉だけを食べて心臓病で死ぬっていうケースがたまにあるんですけど、それって肉と心臓病の密接な関わり、肉を食べれば食べるほど心臓病のリスクが高まるっていうことが分かってるんで、それがまあ原因なんですよね。で、皆さんまだタンパク質に目を置きがちですけど、まあ、筋肉量とか、まあ、体力に関して言うなら炭水化物の方が大事ですよ。で、炭水化物が一番の僕らの体の燃料なんで。なので、まあ、肉食べて炭水化物抜くっていう人いるんですけど、まあ、そういう人たちって、まあ、炭水化物取った方が力出るし、パフォーマンスも上がるんですよ。僕らの体って最初に炭水化物燃焼して、その次に脂質で、その次にタンパク質っていう順番で、まあ、燃焼していくんですけど、炭水化物が僕たちの一番の燃料なんですよ。で、もちろん植物性もタンパク質は十分取れるっていうのはもう当たり前なんだね、それは。まあ、うちの彼女というか家内というか奥さんというか、まあ、妻なんですけど、すごくフィットネスが好きで、植物性だけなんですよ、彼女も。で、それでも結構筋肉ついてるんですよ。ビーガンの人がタンパク質不足になりませんか？まあ、そういうことよく言われるんですけど、なんかそういうデータあるんですか？栄養の偏りって植物性、動物性全く関係ないんですよ。で、あなたがマクドナルドで、例えばビッグマックを毎日食べるとしましょう。で、それって肉じゃないですか。動物性じゃないですか。で、栄養偏らないですか？それあなたタンパク質ちゃんと取れるんですか？で、まずそういう食生活をしてる人って、もうタンパク質とか健康とか気にしてないんですよね。で、もしあなたがそういうことで、で、さらにタンパク質のことを気にしてるんだったら、タンパク質を気にするふりやめてもらっていいですか？植物にも命がありますよね。あ、命があるんですよ。もちろんあるんですよ。だけど、命があるイコール殺さないって言ってしまうと、まず話が違うんですよ。その、殺さない、命を殺さないっていうと、微生物、細菌、まあもちろんも植物とかね、木のテーブルとか、それも入っちゃうんですよね。で、それを殺さないっていうのは不可能なんですよ。で、命あるイコール殺さないっていうことですかって言ってること自体、相当頭悪いか神様かどっちかなんですけど、僕は相当頭悪い人が言ってると思うんですよ。皆さん、命は大事にして殺したらいいんじゃないですかって言うんですけど、命っていうんだったら、まあ、人間も命だし、犬も命だし、猫も命だし、僕らが日常的に触れ合うものも、まあ、命じゃないですか。じゃあ、殺してもいいんですかっていう話になる。あなたが飼ってる犬殺してもいいんですかっていう話になるんですね。豚も野菜も人間も牛も全部同じ命ですよね。肉を食べないと頭が回りなくなります。なんかそういうデータあるんですか？あなた頭がいいんですか？まあ、こういう根拠のないことを言ってきてる時点で頭相当悪いと思うんですけど、まずね、この世界って肉を食べてる人の方が多いじゃないですか。肉を食べない人たちもね。だから、この世界のほとんどの人って頭がいいんですかって言われると、僕はそうとは思わない。僕は基本的に地球は頭の悪い人の方が多いと思ってるんで、それは違うと。で、スティーブ・ジョブズとか、アルバート・アインシュタインとか、そういう著名人ね。そういう人たちもビーガンだった。で、そういう人たちって一般の人より頭いいじゃないですか。そこで、まずね、肉を食べないと頭が回らなくなるっていうんだったら、絶対そういう人たちも食べてるはずだし、そういうデータがない限りは、言ってることは頭が悪い。肉は今までずっと食べてきたから食べるべきじゃないですか。昔、学校でいじめだったやつが、まあ、大人になってからいじめてますと。で、そいつにどうしていじめてるのかって聞くと、昔いじめてたからって言われると、どう思います？昔やってたから、やってもいいっていうことではなくなりますよね、それ。昔やってたから今やっていいっていうことは、まず意味がわからないですよ、それは。なんかそういう理由があるんですか？そういう根拠があるんですか？で、奴隷制度とか昔あったけど、今ないじゃないですか。それって僕らの考え方が変わったからなんですよ。奴隷っていうことは倫理的に悪いからっていう理由で、奴隷制度はなくなったわけじゃないですか。肉食と奴隷制度の結びつきっていうのが結構密接に関わってて、奴隷制度って何ですかって言われると、黒人の奴隷を白人の奴隷主が閉じ込めて自分の奴隷にしてたわけじゃないです。その黒人には人権も何もないと。で、自由に過ごすこともできないと。これは白人の利益のために使われたわけですよね。で、肉食はどうですか？僕たちが食べる。で、食べる動物っていうのは、もちろん大草原で走り回ってるわけじゃないですよ。野生の動物を連れてきて殺してるわけじゃないんですよね。もちろん僕たちが強制的に妊娠させて、数を増やして、僕たちが食べるように使ってるわけなんですよ。で、もちろん動物たちにもそういう自由はないし、まあ、殺されるのを待つっていうだけなんですよ。世界中で家畜の数ってどのくらいあるか知ってますか？110億頭らしいです。で、その中の20億頭が屠殺場で殺される前に死んじゃうらしいんです。それって
僕たちが狭い檻に閉じ込めて餓死させたりとかいろんな病気でほっといたりしてるから、から20億トンも死んでるわけなんですね、毎年。なので奴隷制度と肉食って両方やばいんですよ。でそれが結びつかないっていう人はちょっと相当頭悪い人なんで勉強してくださいね。大切に育てられて殺されたらいいんじゃないですか。まず大切に育てられるっていうのはどういうことなんですかっていう話だ。動物にいい人生を与えるっていうことなんですかね。でもそれって所詮あなたの感想なんですよね。動物がそれでいいかっていうのは僕らは絶対わからない。で僕だったら絶対嫌なんです。僕が自由を奪われて寿命以外の形で殺されるっていうの、それは嫌なんです。例えば誰かがあなたを豪邸に住んでもいいというにしましょう。だけどあなたはその豪邸から出られないんですよ。でもその中にはビリヤードもあるし、スイミングプールもあるし、いろんなことができる。だけど1ヶ月後に殺されるって言われるとどう思います？嫌でしょそれ。僕もそれ嫌なの。だから僕たちが勝手に動物たちは幸せな人生を送ったから殺していいっていうのはあくまで僕らの感想なんです。それは動物たちの気持ちを分かってない。なので動物を殺してもいいって言ってる人たち迷惑なんでやめてもらっていいですかっていう話なんですけど。